ジャン王子。かっこいいジャン君。派手な派手な王子様だね、ジャン君。ジャン君、ジャン君おいで。はい、ちょっと待っててください。まずはジャン王子がブラッシングをします。はいはいね。そっち行くの。はい、どうぞ。グラス類も片付けなきゃいけなかった。ん？何よ？グラスとか。片付けるよ。ちゃんと置き場に置くからね。うん。はい。うん、ちょっと待ってね。ちょっと首の気になるかな。
はいはい。はい。今日は、12月24日の譲渡会行った夜ですね、クリスマスイブでもあります。今日の譲渡会では、ジャン君じゃないや、ラブ君、シオン君よく頑張りました。3回目なのにやっぱり固まってましたね、君たちはね。ところがですね、ラブ君の方にちょっと良いことが起きそうかな。まだこれからトライアルとか、いろいろステップを踏みますので、確定ではありませんが、一応手を挙げてくれた方がいらっしゃいました。動画の方でもですね、ちゃんと確定して、結果がはっきりしたら、お知らせしようと思います。ただ、その里親さんに関しましては、プライバシーなどいろいろありますので、どんな方かは、申し上げられませんが、とにかくうちから幸せな、ことが起きそうだぞ半分という今日は予告になります。では開けようと思ってたんだけど、トイレに入ってますか君は。大事なスピーチ中におしっこしたね君。はい、じゃあ開けますよ。シオン君はまだこれつけたままなのね。ちょっと取ろうか。はい、いや、あら上を通られましたね王子。来た。はい、はいはい。はい、ラブくん。君たちは本当に面白いね。うち弁慶だね。ラブちゃん、ラブちゃんおいで。ラブ、はい、いい子だね。ラブちゃんいい子だね。そしていたずらですか。あ、次のいたずらは何ですか。上ですか。はい、天袋は開きませんよ。ちゃんとつっかえ棒してますからね。やった。はい、そこでポンちゃんは静かにここに。はい、いよいよ。
ほんちゃん。タブちゃんもずっとぐるぐる言い続けてるのね。うん、言ってたね。はい、言ってたね。はい。待って、はい。はい、はい、どうぞ。どうぞ。はい。どうぞ。トイレ掃除もしないとね。あ、そうだ。今日はもう帰ってきてから大暴れですね、君たちは。おトイレ掃除は取りしましょうね。食べたらしてね。ちょっと待ってね、あんずちゃん。あんずさん、カリカリも食べる。見ててね。面白いね。こっち一口、こっち一口。いい感じね。今大丈夫かな？いい感じね。だいぶ慣れてきたね。そう、気にしないね。うん、見ててね。食欲に分かってるだけとも言う、うん、でもね、それでもね、気にしてたもんね、前はね、うん、ちょっとね。お父さん、はい、いいかね。はい、いいかでした。